松尾チャンネル。いつもの三分株式クッキングなんですけども。まあ株式投資のリスクとリターンというお話をしたいと思ってるんですね。まあ皆さん株に投資するということは、何らかのリターンを求めて投資するわけですね。まあもちろんあの。株価が上がっていけばね。上がっていって、実現金を出す。これはキャピタルゲインが入りますと。 というところね、値上がりすする利益ですね、まあ、それで得られる利益それからまあ配当金という形で企業は収益の一部をですね配当金という形で投資家に分配しますんでその分配金配当金これをですねもらうということで株式投資を行うと、まあ、この2つの流れがあってですね、まあ、皆さんどっちを中心に考えますかということなんですね。 やはりあの資金の性格によって全然違ってまいりますんで、ねまああので本当にあのロングランで中長期でじっくりと配当でもちゃんと取って投資するというやり方と、まあ、できたらもう短期で、ね、キャピタルゲイン狙いで投資するというやり方と、まあ、いろいろねその組み合わせだとか、まあ、そんなことで皆さん株をねこれから楽しんでいきたいという方にはそんな狙いを持って取り組んでいただく必要があると思うんですね。 そのためにはやはりその会社にとってリスクって何リスクは必ずある、まあ、リスクは値下がりするというリスクなんですけどもねこの値下がりリスクということは、まあ、例えば思惑を外れることがありますね会社の業績見通しが下方になりましたとかね何かちょっとマクロ経済に大変な出来事がある今回コロナウイルスがね世界中にパンデミック感染が流行ったということでねリスクがまあ露見したわけですね。 それで株価が急落を演じたという局面がついこの間あったわけですまあ、そんなま非常に変動の激しいね株式なので株式投資なさるときはこのリスクに対しても十分な備えは必要だと思うんですねそのためにも余裕資金で取り組むという必要があるかと思うんですねそれからいつも私はお話ししますけどもまあ、一つの銘柄だけでね投資するというよりはまあ、ポートフォリオを組んで投資しましょうと ということでそのような楽しみ方を、ね、覚えていただく身につけていただくということが株式投資にとっては非常に大事なことだというふうに思うわけですね。えー、いろいろね株価が上がってくる局面もあれば株価が調整入る局面いろいろあるんですね。まあ、そんなことを、まあ、十分経験を積みながら株式投資を楽しんでいただくという必要があると思うんですね。 私はそういう皆さんにいろんなリスクもこういうリスクがあるというような話も十分させていただきながらね結果ただしその後利益成長しますまあ業績が伸びますまあそういったことによる株価の上昇評価の高まりまあそういったものによって結果としてリターンも上がるということをねお伝えできればいいかなと思っているんですね。 注意しながら株式投資を楽しんでいただきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。本日は以上です